こんにちは、のりたろうです。今回の動画はヘリテージオークション出品完全マニュアルということで、円安のメリットを生かすために海外でコインを売りたいけどなんだか面倒だし輸送のリスクとかも高いからなぁと躊躇されていた方必見の動画となります。しかも今年2024年からめちゃくちゃ簡単になりましたので、ぜひ活用してみてくださいということで、今回ご紹介するアメリカにある世界最大のオークションハウスであるヘリテージオークションでは、ワインとか絵画、陶器とかスポーツ選手のユニフォームとか、そういったものも多種多様なオークションを開催されているんですが、今回の動画はアンティークコインとかモダンコインなどのコイン限定の動画になります。ちょっと大きさとかやっぱり質が違ってきますので、それはまたメールでご相談してみてください。それでまずヘリテージオークションへの出品のメリットと、あとはデメリットもありますので、簡単にご紹介したいと思います。メリットとしては何といってもですね、1番目、注目度が桁違いということで、世界最大のオークションハウスだけあって、ヘリテージオークションはですね、世界中のコレクターが注目しているオークションになりますので、2023年去年の取引額を見ても 17.6 億ドルということで、ドルを日本円で換算すると、1ドル150円で151円で換算して2657.6 億円ということで、あとは会員数、登録者数は175万人以上ということで、しかも毎年8月に開催されるプラチナセッションシグネチャーオークションでは、1回のオークションの取引額が1900万ドルということで、これも日本円で換算すると28億6900万円ということで、注目度がやっぱり桁違い、扱う額も桁違いなので、売りたいコインはほぼ必ず売れるというぐらいのメリットがあります。そしてメリットの2つ目としては、オークション回数が桁違いということで、こちらも世界最大のオークションハウスだけあって、コインのオークションだけでも、US アメリカのコインとかワールドコイン、世界のコイン、あとはモダンコインの US だったり、モダンコインのワールドコインだったり、カテゴリーがいろいろ細分化されておりまして、ほぼ毎日、下手をしたら1日に 2,3 回こう重なって開催されることもありまして、出品までのサイクルが比較的短くすることができます。これメリットの2つ目ですね。でメリットの3つ目は、ほぼ確実に売れるということで、ヘリテージオークションでは先ほども述べた通り、オークションの参加者が多いため、アンソルドとなることはほとんど見ませんね、私が見た感じでも。で、あとはもう一つアンソルドになりにくい理由としては、スタート価格が結構低く設定されているので、割安なうちにこう入札がボンボン入って、結局はこう売れ残りはしない、売れ残る確率が極めて低くなっています。あと4つ目は、期間限定にはなるかと思うんですが、円安ドル高ということで、今限定のメリットなんですけど、先日の日銀の為替介入の脅しがあったにもかかわらず円高にピクリとも動かなかったところを見ると、円安方向っていうのはまだまだ続くのかなと見ていいかなと思います。なので、しばらくはこういうヘリテージオークション、アメリカドルで売買されますので、円安のメリットが受けられるかなと思います。そしてデメリットとしてはあまり少ないんですけど、やはりオークション全般に言えることなんですが、安く落札されてしまうリスクがあるということです。これもオークション全般に言えますが、特にヘリテージオークションでは、先ほどメリットの3番目で述べさせていただきましたが、スタート価格がこう低めに設定してあるので、人気のないコインっていうのはそのまま低い価格でずっと落札されてしまう傾向がありますので、やはり人気のないコインっていうのは出品を避けるべきかなと思います。ということで、
まあ、デメリットと言えそうなのはこれくらいかなと思いますが、ヘリテージオークションでコインを売るメリットっていうのは多そうかなっていうのは分かっていただけなたかなと思います。そして最初にもご説明しましたが、なぜ今年2024年から超絶簡単になったのかというところのご説明をしたいと思います。その理由としましては、ご存知の方も多いかもしれないですが、ヘリテージオークションさんでは今年2024年から日本支社というのを開設されまして、今日比谷に臨時オフィスで営業されているようになったので、出品のハードルっていうのがめちゃくちゃ下がりましたということです。で、臨時オフィスの場所っていうのは概要欄に載せておきますので、そちらでご確認ください。ということで、いよいよ出品の仕方のご説明になります。ヘリテージオークションの出品までは、なんとただの2ステップで済んでしまいます。1つ目、無料査定のメールを送る。で、2つ目、臨時オフィスへ持ち込むと。以上です。めちゃくちゃ簡単ですよね。ただし、この2番目の持ち込む必要があるというのはなぜかと言いますと、まあ、先ほど東京の臨時オフィスとご説明しましたが、この臨時オフィスがシェアオフィスになっているので、今は郵送で受付ができないということなんですが、4月末から5月初めぐらいにかけて虎ノ門の方にオフィスを構えるということですので、その頃からは郵送で受付ができるようになるという話でしたので、その際は再度郵送の方法とかそういったものをご紹介したいと思います。とはいえ、まあ、高額なコインとなるとやっぱり郵便で送るのも不安だと思いますので、まあ、東京であれば新幹線などで来やすい場所でもありますので、まあ、旅行がてらこう持ち込むと、自分で持ち込むというのが、まあ、リスクも低くて悪くないかなと思います。ということで、まあ、その後の流れも含めてちょっと全体の流れ詳しくご説明したいと思います。まず1つ目、無料査定。2つ目、出品契約書を取り交わし委託品をオークション開催地へ発送。3つ目、オークション開催。4つ目、出品代金の支払いということで、それぞれ1つずつご説明します。まず無料査定ということで、出品を検討されているコインの画像と、あとは詳細ですね、あの鑑定番号なんかをヘリテージオークションにメールします。もちろん日本支社ができましたので日本語で OK です。で、メールの送信先は概要欄に貼り付けておきますので、そちらをご確認ください。で、その後オークション出品に適しているかどうか、 またあの査定金額エスティメートですねの返信をいただけます。そして注意点としましては、原則として査定金額の下限ですね、何円から何円の査定ですよっていう下限下の方が、まあ、合計金額が US ドルで5000ドル以上の場合に出品可能ということで、まあ、今の日本円のレートで 75.5 万円のものから受け付けていただけるということです。まあ、ただ合計金額なので、まあ、安いコインもこうまとめて出品すればいいんですが、まあ、そもそもリスクのところでご説明した通り、安いコインは安く買い叩かれるっていうのがオークションの世界なので、そもそも安いコインはオークションには出さない方がいいと思います。そして査定額のメールを受けて出品を希望される場合は、出品手数料などの条件を返信いただけるということです。そして2番目、出品契約書を取り交わし委託品をオークション開催地へ発送ということで、委託品は直接アメリカのオークション開催地に発送しても良いということなんですが、ヘリテージオークションさんの東京オフィスに持ち込めば輸送していただけるということなんですが、ここがすごいポイントなんですが、コインなどの小さい委託品に限るという話なんですが、コインの場合は東京オフィスまで持ち込めば送料保険料をヘリテージオークション側で負担してオークション開催地、まあ海外にですね発送していただけということなので、これかなり得点が高いと思います。で、さらに現地にコインが到着したら、現地の専門家が実物をこう確認されるということで、その際に査定金額がちょっと変更になる場合もあるそうです。で、また
未鑑定の場合は鑑定機関での鑑定をお勧めされる場合もあるそうなので、そういった連絡も発送後にあるかもしれないということです。そしてここがさらにすごいポイントなんですが、未鑑定のコインに関して先ほどの出品の条件に合致すればですね、ヘリテージオークションから NGC へ鑑定依頼もしていただけるということです。でその際のまあ費用はさすがに実費負担になるんですが、落札時の落札額から差し引いてくださるそうなので、いい鑑定がつけば未鑑定よりも大幅にプラスになることもあるということです。でこれ鑑定すればもっと高く売れるのに自分でちょっと鑑定に出すのめんどくさいやと思ってる方に関してはもうそれも一括でできますので、まあ、非常に、便利かなと思います。そしてさらに鑑定済みのコインであっても NGC のアップグレードレビューサービスっていうのを申し込むことができまして、これはアップグレードができる場合にはこの数字よりもアップグレードされ、ダウングレードされることはないっていうサービスですね。これも受けられますので、鑑定費用はしっかりかかってしまうんですが、明らかにもう少し上のグレードではないかなっていうものに関しては、こういったサービスも受けられるのも、もう非常に鑑定結果がちょっと上がるだけで、金額がぐんと上がりますので、その割には鑑定費用だけで済みますので、リスクは結構少ないかなと。もう高額になればなるほどメリットが大きいサービスかなと思います。ということで、出品までの流れは以上で、この時点では特に費用がかかりません。でその他必要な費用はこのようになります。原則必要な費用ということで、この原則っていうのがちょっとミソなんですが、出品手数料ですね。これは出品内容によってちょっと異なるということなので、無料査定をご利用ください。で2番目が鑑定が必要な場合の鑑定費用、これは鑑定必要ない場合は必要ないです。であとは出品代金を受け取る際の、海外からの送金手数料として1回につき50ドルと、50US ドルがかかるということです。でただし費用負担額とかですね、割合っていうのは、出品の内容によるということなんですが、具体的な費用っていうのはメールで無料査定を受ければお知らせいただけるということです。でこの場合の出品の内容によるっていうところなんですが、具体的には出品するコインの金額ですね、高ければちょっと割り引いてもらえる可能性が高いですし、あとは継続してヘリテージオークションを利用されているかどうかと、お得意さんかどうかという、そういったところの総合的な判断になるということで、出品手数料は最大で 15% ということなんですが、そこからこう割り引いていただけるということでした。ということで続いて出品後の流れはこのようになります。3番目、オークション開催ということで、委託費がカタログに掲載されてオークションにかけられますということで、オークションの流れ自体は私の過去動画でもご紹介していますし、あとは実際にヘリテージオークションの携帯アプリなんかもダウンロードしていただければ、ライブオークションなんかも見ることができますので良いかなと思います。で4番目、出品代金の支払いということで、落札価格ですね、ハンマープライスから出品手数料とか先ほどの諸経費を差し引いた金額をオークション開催から45日以降にもらえるということになります。ただしここがちょっとポイントなんですが、海外送金で1回につき、50ドルですね、で入金していただけるほか、選択肢がもう一つありまして、オークション購入代金との相殺っていうのを選ぶことができるということです。つまり落札価格をそのままヘリテージオークションにこうプールして残してもらって、その資金で新たにオークションでコインを落札することができるということです。この際は送金する手数料とかはかからないので、非常に便利な機能になります。このあたりの詳細は東京オフィスでいろいろと相談可能ということですので、一部送金で送ってもらって一部プールするとか、そういったものも細かく対応可能ということですので、
まあ、ここもかなり得点が高いところかなと思います。そして万が一委託品が落札されなかった場合は、このエスティメート額をですね、少し下げて再度オークションに出品するということもできるそうです。ということで、査定から出品代金の受け取りとかそういったところまでヘリテージオークションの東京オフィスで全てサポートしていただけるようになったということで、また日本支社ということで代行手数料なども発生しないということなので、まあ、本当に利用しやすくなったかと思います。ただし、まあ、5月までは持ち込まないといけないということなんですが、まあ、もし遠方で厳しいなという方は、まあ、例えば一度私の公式 LINE などで私の方にご相談いただければ対応させていただくこともできますので、まあ、そういった場合は一度ご相談ください。で、日本円がどんどん安くなっている今、海外に売って外貨を獲得するっていうのはなかなか障壁が高いんですが、それがより 手軽に利用できるようになりましたので、まあ、円安の今こそぜひとも利用されてはいかがでしょうかということで、今回のお話は以上となります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつもご視聴くださっている皆様、いつも本当にありがとうございます。ということで、最後皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。